ラファエル・ゴルディー・ジョは、スペイン・エストレマデューラ州出身の元サッカー選手。スペイン代表であった。ポジションは DF。攻撃的な左ウィングバックであるが、左サイド全般で、プレーできる。ソックスを下ろしたスタイルが特徴であった、エストレマデューラ州、バダホス県に生まれたが、生後数ヶ月の時に両親が生まれたセビージャに、引っ越した。1972年、15歳の時に、 レアルベティスの下部組織に入団し、1977年1月30日、ウルゴシー F 戦でトップチームデビューした。デビューシーズンの1976から77シーズンにはコパデルレー優勝を果たし、1979から80シーズンにはドンバロン氏が選出する最優秀スペイン人選手賞を受賞した。1985年夏に、 レアルマドリードに移籍し、1985から86シーズンの UEFA カップ優勝やリーガイスパニョーラを連覇に貢献した。主に左サイドハーフとしてプレーし、4シーズンの間一緒にプレーした左ウィングのホセ・アントニオ・カマーチョとのコンビは相手に恐れられた。1988から89シーズンのコパデルレイ決勝、レアルバリアドリード戦では、 決勝点を挙げた。1992年、35歳のゴルディー・ジョは、レアル・ベティスに復帰し、1993から94シーズン終了後のプリメーラ・ディビジオン昇格を手助けした。レアル・ベティスでの2度の在籍期間中に公式1300試合以上に出場している。1995から96シーズンは、西軍ダ・ディビジオンに属する近隣のエシハバ・ロンピエで、 プレーし、シーズン終了後に、現役引退した。1978年3月29日に、基本で行われたノルウェーとの親善試合で、スペイン代表デビューし、1988年までに75試合に、出場して3得点を挙げた。2度の FIFA ワールドカップ、3度の UEFA 欧州選手権に出場し、UEFA 欧州選手権 1984? では、 準優勝した。現役引退後は、レアルベティスのインドアサッカーチームでプレーした。2006FIFA フフワールドカップの際には、ラセスタの解説者を務めた。エシュハバロンピエで副会長を務めた後、レアルベティスのフロントに入閣した。2010年12月13日、レアルベティス会長に選出された。ありがとうございます。